スクランブルキューブの元となったスーパーフロッピーキューブスクランブルキューブは岡本克彦の考案による立体パズルである。ルービックキューブの系統に属するメカニカルパズルであり、フロッピーキューブの発展体である。キューブという名前がついているが、形状は立方体ではなく133の脳型体である。2009年、フロッピーキューブと同じく岡本克彦によって制作された。 岡本はこれを同年のパズルデザインコンペティションにスーパーフロッピーキューブの名前で出品し審査員部門、一般投票部門の両方で優勝を果たした。その後、名称を現在のものに表面シールのデザインも丸から四角に変更した上で2010年5月に現当社エデュケーションより商品化された。2019年にはルービックフラット3-1の名称で メガハウスから発売された。これは、スクランブルキューブと若干の違いがある。フロッピーキューブの 1×33 の形状はそのままに、回転軸が増えており、ある列を90度回転させたまま他の列をさらに、回せるため、形がどんどん変わっていく。元の平らな形状に戻せたとしても、本代表に出ているべき面が隠れていたり、パリティの破れのためにフロッピーキューブではありえない配置に、 なったりと難易度が上昇している。とはいえ、これはフロッピーキューブと比較しての話であり、純粋にパズル単体としての難易度はさほど高くはない。フロッピーキューブともども初心者向けのパズルと言える。パズルデザインコンペティションで高評価を受けたのは、フロッピーキューブ以上にありえない動きを実現した優れた構造のアイデアゆえである。また、 シールのすぐ上を別のパーツが通過する構造上、シールが擦れて剥がれたりしないように、シールの部分だけくぼませるなどの工夫も見られる。2009年パズルデザインコンペティション選考結果。2010年7月29日閲覧。作者、岡本克彦による紹介。2012年6月6日閲覧。ありがとうございます。